めちゃくちゃ楽しかったし、社長がやっぱりうまい、すごい、なんかお話を回すのがすごい、やっぱすごいなと思いながら、隣ですごーいっていう眼差しで社長のお話を聞いていました。で、こっからが大事な話。山、ディオールの紙袋でデッキ持ってったら報われたよ。やったー。ディオールの紙袋にちゃんと持ってったの、大光天使のデッキ。そしたら社長も持ってきてくれてて、でっかいなんかデュエルのなんかでっかい箱よ、マジで。社長なんかそこにデッキ何個も入ってて、なんか3つぐらい入ってたのかな。え、マジですごかった。え、社長も持ってきてくれてて、え、本当によかった。これでも持ってった時、社長と初めましてで、こうご挨拶した時に、さすがに言えなかったの、山。そう、さすがに言えなかったんだよ。ちょっと持ってきたんですけど、デュエルしませんかって、ちょっと山だけ持ってきてたら本当に恥ずかしいから、言えなくて。そしたらね、社長とこう、まあ、最初はマリンセスのお話から始まったんですよ。もう、本当に、社長と初めましてで顔合わせして即マジで遊戯王の話をしてたんだけど、もうずっと遊戯王の話してたの。本当に配信始まる前まで。結構時間があって、配信まで。本当に、2、3時間結構あったんだけど、話が弾みすぎて、気づいたらもう配信時間みたいな。ガチでずっとデュエルの話をしてましたね。うん。